はい、毎度どうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回はレーザーバックバカボンドじゃなくてカリスティックスの方です。こっちを使ってね、ちょっと敵をねやっつけていこうと思います。いや、レンチをね今までやってたんですけども、レンチももうダイヤになったんで、今度はこれでねちょっと練習しようと思います。今回はチームメイトのピロと一緒に戦っていこうと思うので、よろしくお願いします。行ってみましょう。レッツラゴー。はい、場所はキルハウスですね。まあ、ここならね、まあ、壁も多いし、危なくなったらこうね、壁の後ろに隠れれそうですね。行ってみましょう。どうなることやら。いや、これね、あんまり使ったことないんですけど、なんか4回ぐらいいっぺんに叩けるらしいんですけど、連続でね。そこまでちょっとね、叩いたことがないんでね、1回2回叩いたらすぐまた走っちゃう感じだったんで、本当に4回も叩けるのかな。まあまあ行ってみましょう。おお、強い。はい、まずは1人ね。こんな感じでね、戦っていってますけども、実はね、あんまり近接戦闘が得意じゃないんで、だからレンチもねだいぶかかったんですよね。おーおー、敵の頭の上に降りちゃった。こうやってね走り回ってね、こう逃げないといけないんでね。あ、2回今攻撃しましたね。4回はしたことないな。あ、今3回攻撃しましたね。はあ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 、なるほどなるほど。ヒュンヒュンヒュンって感じで振っていくのかな。ほう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 。でもちょっとやっぱ遅いですね、振るのがね。ナイフとかとだから対峙した時には負けちゃうんじゃないかな、いくら回数触れてもね。おっとっと、危ない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 。もうちょっとやられる。あら、あー、火炎瓶に焼かれちゃった。さあさあ行きましょうね。もうバカボンドの活躍はもう終わりです。こんな感じでね、ずーっとこのカリスティックを使っていきます。ラジコンどこ行くんだ。よいしょっと。うわ、冷凍光線にやられてる。うん、なんだ、届かないか。あ、失敗した。いや、あー、撃たれちゃった。冷凍光線はないな。あれはもうちょっと本当にね、冷凍ガスっていうのかな。あれは動きが鈍くなるから嫌だな。まあ、やっつけときましょうね。ちゃんとリベンジしておきましょう。いやー、結構使いやすくはあるけど、振るのがちょっと遅いような気もしますね。やっぱりね、ナイフとか刀に比べると、ちょっと遅いかな。基本みたいな感じで振ってますね。まあ、細かい違いだと思うんですけどね。はい、ラジコンを出して、動きを止めて、一人と。でも、で犬出しましょうか。あれ、ああ無敵だったのか。じゃあ犬は他に任せて、この人は、ああ敵も犬を出してた。いや、やられちゃったな。まあまあめげずにね、どんどん行きましょう。お、ピロが後ろから撃ってくれてるな。ここにセントリー置いた。ああ、しまった、スナイパーがいたのか。あのスナイパーはどうにかしてこのカリスティックでボコりたいな。一度はボコりたい。ねえ、スナイパーで撃ってたらもうなんか遠くで撃ってるから大丈夫というね、そういう考えをなくすためにもこれで一度は殴りたいな。あお、撃たれちゃった。あ、そうかそうか、そこに隠れていたのか。なるほど。こっち側の壁に隠れてきたやつを背中から撃とうということはですね、そういうやつはね、お仕置きです。一回場所がね、バレちゃうともうあんな感じですよ。はい、これでね。な、撃っときましょう。はい、どんどん行って。あ、ちょっと一回失敗しましたね。あ、引っかかっちゃった。敵に引っかかっちゃダメですよね。はい、スライドからの殴りで。いや、たまにね、やっぱりね、キャラコンできないんで、スライドがうまくいってもね、そのままね、歩いちゃうことがあるんですよ。かがんだままね。いけないいけない。おっと、遅かったかな、振るのが。ん？手榴弾離れないな。なんでだ？スティッキーか？あれ、フラググレネードか。フラグもくっついたら離れないのかな。まあまあいいや。とりあえず行きましょう。あんまりね、グレネードの違いがよく分かってないんでね。
でもってここからこうやってバスッと、やーやっとね倒せました。お終わりましたね、勝利50対40。おおジジイ、はい MVP いただきました、ありがとうございます。あ、りょうさんにいいねをいただきました。いやーカリスティックなかなか使いやすいですけど、ちょっと振るの遅いですね。はい、レーティングは85、まあまあ平均点ですね。うん、いい感じじゃないでしょうかね。いやもうちょっとねスライドとかからうまく叩けるようになればいいんですけどね、なかなかねうまくなれないんですよね。はい、レーザーバックもカリスティックも全部上がってるんで XP カードをいただいて、でもってティアの方をちょっと覗き、戦績の方を見ていきましょう。どうかな、25キル6です0アシスト、いやそれでも半分倒してたな。あ、ピロも17人倒してくれてますね。うん、よかったよかった、これぐらい倒せればね大丈夫ですよ。まあ半分倒せたらいいかな。あ、りょうさんにねいいねを押しとかないとね。はい、どうだったでしょうか、今回もピロと一緒にね戦っていきましたけども、いやー、カリスティックなかなかね、まあ確かに皆さんがおっしゃってたようにね、あの連続攻撃はできるのは分かったんですけど、振るのが根本的に遅いのと、振りすぎた後にちょっと硬直しちゃうような感じがあるのかな、なんかちょっとまあその辺がまだね、あの使い始めて間がないんでね、まだちょっとわからないですけども、うん、もうちょっと使い慣れるまではね、まだまだやっぱりちょっとねもう練習しないとダメですね。まあ刀とかナイフほどはね使ってなかったんで、まああんな感じですよ。うん、まあ皆さんもねよかったらね、うん、近接武器でねカリスティック使ってみてください。ではまた次回を待て。